ようこそ。今日はオラクル EBS のためのブリッツリポート機能についてご紹介します。ブリッツリポートは EBS のナビゲーションメニュース内で利用可能でこちらの Excel アイコンからアクセスするコーもできます。ブリッツリポートの画面を開くと直前に実行されたレポートが表示されます。実行するには順ボタンをクリックすると Excel ファイルが黒いきます。でこの Excel ファイルは事前にフォーマットが設定されており最初の形が固定され自動フィルターが設定されていますのですぐにデータの作業を始められます。 また、独自のレイアウトテンプレートを作成することもできます。例えば、特定の列だけをレポートに表示したい場合は、このように列を選択して並べ替えることができ、次にレポートを実行すると選択した列のみが表示されます。さらに、データのピボットを右側で追加レイアウトとして設定することもできます。えー、競技クラスや競技タイプごとに金額をピボットすることができ、すべての急激進学をにつけることができます。 そして、レポートを実行すると、処理ファイルには追加の Pbot シートが含まれます、ね。このようにブック内でデータの Pbot を見ることができ、最初のシートには詳細データがあります。そして、この Excel ファイルでは追加の修正を加えることができます。例えば、Excel の標準機能を使って独自のレイアウトを作成することができます。Excel 標準機能を利用して、例えば、円グラフを作成したり、 スライサーを参入して通貨をよりインタラクティブにできます。こんな感じです。そしてこのレイアウトテンプレートを保存することができます。保存してブリッツリポートにアップロードします。するとブリッツリポートはそのレイアウトを記憶し処理ファイルを常に同じスタイルで生成します。テンプレートにアップロードされましたのでもう一度いいとなる被覆で実行してみましょう。例えば2009年。 の進行中のスステータがが表示され、完了すす。ると処理ファイルがきますこれが古いファイルで今新しいファイルができました新しいレターとともにここに2009年の情報がありますこれは非常に基本的なものでしたがもっと多くの修正を加えることができます Excel に慣れているならレイアウト機能がたくさんありますここで N-Genetics のロゴを使ってこのダッシュボードを実行してみましょう ごはレポートには複数のテンプレートがありますし、ユーザーごとに独自のテンプレートを作成して他のユーザーと共有することができます。このテンプレートはより精錬されたレイアウトです。で、多種とでも特定のレイアウト変更を使用できます。色のハイライトを使用したり、消費を加えたりすることができます。そしてこちらでは顧客別や営業担当者別の追加 P ボットがあります。 それではこのレポートでは一番上にある最大の顧客、スマートバイなどを対象としてレポートを見たいと思います。そして例えばここから顧客名のリストをコピーできます。それを Excel からコピーしたし、をレポートのパラメータ制限として使うことができます。このように Excel からコピーして貼り付けることができます。今動作していて処理ファイルをたたび開いています。 そしてこの最大の顧客のみを対象にそのレイアウトで実行されます。これがレイアウト機能であり、オラクルスタンダードフォーム氏の統合もあります。例えばブリッツリポとオラクルスタンダードフォームズにリンクして、最も,も一般的な統合の一つは、抽出位から相互自炎症級印象系へのドリルダウンです。なので見たい例としては、 政府推移とその将軍現象虚偽を、例えばこの旧派武士マードルの主義で見てみたい場合、このエクセルアイコンをクリックし、実行したいレポートを選択します。この場合、イシー・イレポートで、ブリッツ・レポートはオーラクル画面からバッチと1名のパラメータシーを直接付得し、オーラクル画面で現在入っているレコドーに対してレポートを実行します。 えー、そしてあっち交差階層で金額を示すすばらしい階層があり最初のシートには詳細がありますでここには例えば GL からのデーターが最初にあって鑑定科目セグメントが現れますそしてその金額がありさらに上の方には処遇現象テーブルからのデータもありますので例えばここには請求書番号請求書の説明請求未服支払方法がありさらに中には支入線番号と支入線名があります それがオラクル標準フォームに追加できるドリルダウンの一種ですなおすぐに使える形でそのツールには現在オッシャルオラクル e ビジネススイートの様々なエリアからイモも俳句のレポートが含まれていますまたこのようなオラクル標準画面への多くの統合もありますしかし開発者としては SQL クエリに基づいて独自のレポートを作成することも可能です 開発者としては設定ボタンを設定し、ここでセットアップ画面が見えて、レポートメニューや SQL クエリ、パラメータの定義があります。そして新しいレポートを作成するには、レポートメニューを入力し、例えば AP テストなどとして SQL クエリを入力します。それからクエリを実行して Excel ファイルを生成することができます。これが今 AP サプライヤーからのクエリの処理です。 SQL クエリに基づいた新しいレポートを非常にるく生成できるのは開発者にとっての利点の一つです。これまでがレポートの話でしたが、アップロード機能もあります。EBS のデータを修正したい場合、WebADI の代わりにブリッツレポートを使用できます。例えば、ピュアな申し込みのアップロードなどさまざまなアップロードオブジェクトがあります。 まず、どのような操作を行いたいか、新しいレコードを作成したいのか、作成や更新を行いたいのかを選択します。私は作成や更新を選んだので、既存の申し込みの修正対象の被覆範囲を選択することができます。それから、このアップロードを実行すると、色では依頼とされた Excel ファイルが生成されます。外白の列は読み取り専用で、新しいレコードを作成する場合、顔白の列は必須です。白い列は更新できます。 例えば、ヘッダの説明をカトなるしに更新したい場合などです。エクセルなどでも一度に複数のレコードに対して行うこともできます。新しいレコードも作成できます。最も早い方法は、既存の価値をコピーして、ここに貼り付けることがテストには最適です。しかし、受動で、このようにディーターを入力してレコードを作成することもできます。 いやでここには異なる列の CP の一覧があり、オラクル標準のユーザーインターフェース画面と同じ機能性やバリデーションを提供しています。他に何が必要でしょうか例えば在庫アイテムが必要です。例えばここにはフォードトラックがあります。一つだけ取り必要な日は2024年イケイチ時ですあ。正しい日々ではありませんでしたね。イケイチの方がいいですね。 多分、ま、一緒にハイフンを使った方がいいかもしれません。はいそれでうまくいきますね。では、データを入力したら保存できます。そして、このようにしてファイル全体をサーベイにアップロードします。それから、サーバーショーで処理されます。API コールやオープンインターフェースのポピュレーションを置きないオープンインターフェースプロセスを実行します。まあ、サーバーショーで一回処理されるため、WebADI や他のツールよりもずっと依頼です。 そして、ここに更新と作成の結果が表示されています。作成は失敗しましたが、ここでエラーメッセージが見えますが、更新は成功しました。例えばね、Excel でこれらのエラーメッセージを修正して、ファイルを再度アップロードすることができます、ね。これがブリッツリポートの簡単な紹介でした。例えば、財務中表生成機能代替や、製造業のお客様向けのサプライチェーン N ハブなど、他にも多くの機能があります。 もっと詳細を知りたい場合はお問い合わせください。ご視聴ありがとうございました。